皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はご自宅で器具なしでできる背中のトレーニングをご紹介していきたいと思います。背中のトレーニングといいますとね、私も何回かね動画の中で説明してきたんですが、どうしても器具が必要になってくる。ご自宅での自重トレーニングをやるにしても、例えばチューブを使ってベントオーバーローをやっていただくですとか、ディッピングバーを使って斜め懸垂インバーテッドローですねをやっていただいたりですとか、もっとねお金もしっかり使える方はチンニングスタンドを買っていただいて懸垂をやっていただいたりとかね、どうしてもやっぱりね何らかの器具が必要になってくるんですけども、一応ですね何もなくてもできる種目があるにはあるので、それをね今回はご紹介させていただきます。種目名はバックウィドウと言います。バックはね背中なんで分かりやすいと思いますけども、ウィドウって英語で未亡人という、なんでここで未亡人が出てくるのかって全然私も分かんないんですけども、この種目名の由来知ってる方がいらっしゃったら教えてください。ということでね早速ねやっていきます。まあ仰向けに寝ていただいて軽く膝を立てます。まあ膝の角度はねどれぐらいでもいいですけども、まあ90度ぐらい、膝の角度が90度ぐらいになる角度が目安かなと思います。両手は体の真横に自然に置いてですね、軽く拳を握ったところで、まあ、肘をついたままちょっとね腹筋のクランチをやるような形で軽く上半身を起こします。ここから肘で床を思いっきり押して体を起こしていくと、こういう種目になっております。一応ねこの動作でローイング系種目みたいに前からね後ろに引く動作、肘を引く動作ができるので、まあ、これで自重で一応ね背中は鍛えられるということになってますけども、いかんせんですね見てわかる通り可動域が短すぎるんですね。まあ、なのでなかなかね筋肥大するのに十分な刺激が入るかというと必ずしもそうではないんですけども、まあ、例えば長期間ねご自宅からねジムに行けなくてトレーニングできない日が続いてしまうとかね、まあ、あとは、まあ、軽くでもね体を動かしておいて、まあ、運動不足解消したいよ、そういう方にはお気軽にできる種目ですので、まあ、ぴったりかなと思います。まあ、ちょっと興味のある方はやっていただければと思います。ということで今回は自重で器具なしで背中を鍛えるトレーニング、バックビローという種目をご紹介させていただきました。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。